これは手の中の血管網です。どのように撮影されたものだと思いますか？ CT や MRI ではありません。実は光超音波 3D イメージングという最新の技術を用いて撮影されたものです。開発したのは八木隆之プログラムマネージャーを中心とする内閣府のインパクトプログラム、イノベーティブな可視化技術による新成長産業の創出、ワイドフィールド可視化システムとマイクロ可視化システム、2種類の装置を開発しました。ワイドフィールド可視化システムは、私たちの体表近くにある血管網を広い範囲で撮影します。まず光超音波イメージングの原理について説明しましょう。吸収体にレーザーを当てます。この時レーザーの波長が吸収波長と一致すると、吸収体は加熱されて瞬間的に膨張し超音波を発します。これは光音響効果と呼ばれています。この光音響効果によって生じる超音波を複数のセンサで観測すると、吸収体の位置を特定することができます。これが光超音波イメージングの原理です。ヘモグロビンが吸収しやすい波長を用いれば、血液の分布、つまり血管を撮影する装置を作ることができます。血管網の 3D 形状を正確に知るためには、発信源に向けて超音波センサーを正確に配置しなければなりません。半球型が理想的です。半球型の超音波センサの開発は困難を極めました。ここでジャパンプローブという企業が活躍しました。センサーをフィルム化する新発想によって、半球型の超音波センサが見事に完成しました。一方、波長可変レーザーの小型化に理化学研究所とメガオプトが取り組みました。中心となったのは理化学研究所の和田聡チームリーダーです。実はコストがレーザーの開発ではサイエンスになるんだと、技術開発になるんだっていう新しいことをこのプロジェクトで教えていただいて、一番苦労したことです。光の色を自由に変える技術を実際に使ってもらえるコストに収めるようなレーザーができたので、これからどのぐらい世の中の人たちが私たちの成果を使っていただくっていうのが今楽しみだなというふうに思っています。理化学研究所の原理実証をもとに、メガオプトが小型レーザーを完成させました。ワイドフィールド可視化システムはキャノンと日立製作所が共同で開発しました。そして京都大学と慶応義塾大学によって医療への応用のための臨床研究が行われました。そのリーダーは乳がん治療のスペシャリスト、戸井正和教授が務めました。ここまで見えるのかというところですね。これは、少なくとも人のこの体表血管の診断という意味では従来なかったものですね。看護をやってきたものからしてもですね、少しびっくりするぐらいの絵が出たんじゃないかなと思ってます。本当に皆さん高い関心を示されますし、おそらく世界的に評価される時が、そう遠くない時に来るかなという感じがしています。例えば薬を使ってどういうふうにがんが変化するかとか、そういうの時間を追いながら見ていくということができるようになるだろうと思っております。がんをはじめ再建手術、リンパ浮腫、血管炎、治療薬の効果を画像診断できる可能性が見えてきました。画像診断を支援する解析技術は、NII の佐藤伊万里教授が九州大学の備瀬龍馬准教授と共同で開発しました。3次元データなんですけれども、まずどこが血管かというのは全くデータとしては分かりません。なのでお医者様にいくつかここは血管だよっていうのを教示いただきまして、そのデータをもとに機械学習で自動で小さい細かい複雑な血管をすべて抽出するっていうことを試みました。
この光超音波の技術が発展すれば全くこう痛みもなく皮疹臭でもう毎日のようにデータが取れるっていうのは本当に患者さんにとって大きなメリットではないかなと思います。一方マイクロ可視化システムでは皮膚の細かい血管を撮影することができます。システムの開発は東北大学アドバンテスト資生堂が担当しました。循環器科の医師でもある西条義文教授がリーダーを務めました。6ミリかける6ミリの範囲で深さも3ミリから4ミリぐらいのところという、まあ、非常に限られたところなんですけども、ただしそこで見える解像度っていうのは50ミクロン程度実現しておりまして、私たちの装置は超音波と光音響をまあ組み合わせた装置でして、超音波ではその皮膚の構造が見れます。で皮膚の構造が見えると例えば皮膚の中の皮脂腺ですとかあと毛包ですとかそういったものが見えますし、それに合わせてその光音響イメージングで血管を見るということで、より構造と機能の関係を測ることができると。美容あるいは化粧品の業界で皮膚の評価方法、これまでできなかった皮膚の中の血管を可視化する方法として広まっていくということは期待できると思います。それ以外にこれまでは何かその原因不明で病態もよくわからないと言われてましたアトピー性の皮膚炎ですとか、あるいはその皮下注射をした時に皮膚の中を薬剤が広がっていく様子を見るとか、そういったさまざまな範囲に医学的にも応用が可能だというふうに考えております。光超音波イメージングの他の分野への応用やさらなる医療応用については京都大学の椎名剛教授がリーダーとなり基礎研究が行われました。マウスのこういうホールボディの血管を出すとかいうことは基礎研究に必要なので、まあ、やってます。それからあとは関節炎のリウマチのための血管を評価するとか、それからあと血管そのものじゃないんですけども頸動脈にプラークがこうできてきてそれがこう飛んでいくと脳梗塞になってしまうんですが、それを性質を調べるとかそういうことをやってます。皮破壊検査においては CFRP 炭素繊維強化プラスチックの傷のイメージングについて調べました。愛媛大学の先生が一緒にそれを始めてやってますけども、今まで超音波でしかできなかったところですとあまり深いところにやろうとすると表面の影響が出てあんまり解像度が良くなかったんですけども、非常に深いところまで綺麗に出るってことが分かったという。光超音波 3D イメージングの医療、美容、皮破壊検査への利用が見えてきました。150名以上の研究者が参加するこのプロジェクトを率いた八木隆之プログラムマネージャーが今後の展望を語ります。初めのこれスタートの時はですね、つぼみができたような状態なんです。要はこのつぼみで、花が開くんじゃないかって思ったわけですね。そしてこの5年間でようやくこう花が開いた。これをですね、花が咲いただけじゃなくて実はこれを身にしなくちゃいけないんですね。ですから私が次やりたいことはこれを身にするというところです。でそれがまた一つ落ちてくるとまたその次のまた木が生えてくる、あるいは花が咲いてくるだろうというところで次のいくつもいくつも次のまた花を咲かせて実が増えるというところを進めていかなくちゃいけないというのがこれまでやってきた話の、責任もあるでしょうし、一番こうエキサイティングして、やっていかなくちゃいけないことかなと思ってますね。光超音波 3D イメージングの技術はこれから幅広い分野で利用され、私たちの健康の向上と安全安心に貢献することでしょう。たくさんの研究者たちが結集して作り上げた技術が新しい産業として社会に根付き花を咲かせ実をつけようとしています。